はい、こんにちは。ニュースピアジェのお時間です。はい、ピアジェ女子プロレスのコマンドボリショイです。ピアジェ女子プロレスのマリマンジです。はい、8月10日、はい、ピアジェ3周年後楽園大会に向けて、はい、毎日最新情報をお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ早速今日発表にあった、7月19日亀有菜マッチ全カード、マリちゃんの方から発表してもらいたいと思います。はい、7月19日日曜日第6回30人限定特別亀有菜マッチ、こちら13時からということで、オープンが12時20分ですね、はい、会場となっております。1本目シングルマッチ15分1本勝負、ライディーン鋼対あかり、はい、2本目亀有菜名物亀の子たわし3ウェイデスマッチ15分1本勝負、和樹 VS、勝真奈美 VS クレア、通常のルールに加え公認競技として亀の子たわしが使用できる。そして3本目、はい、スペシャルタッグマッチ30分1本勝負、中森花子春日萌香組対レオンマリーマンジとなっております。はいはい、はい、自分の試合の意気込みなんですけれども、はい、中森花子選手と春日萌香選手組と組対、レオン選手と自分ということで、こちらのカードが、中森さんとレオンさんの前哨戦でもあり、うん、そしてやっぱり先日敗れてしまった春日選手とまた、対戦できるということで、やっぱり自分の苦手な部分っていうのは春日選手と戦ってすごい分かったし、うん、その極悪固めとか、うん、まあ、そういうのに気をつけながらっていうのもあるんですけれども、やっぱりこのレオンさんと中森さんの熱っていうのは、やっぱりこの20周年の後楽園でベルトを巻きたいレオンさんと、うん、それを分かった上で、うん、ずっとタイトルマッチもできずに、そのなんていうんですか、くすぶってた思いみたいなのが、うん、すごいあるのは分かってるので、そこに埋もれないようにやっぱりメインに立てるってことは、自分の試合は自分的に一番大事なので、うん、もちろんなので、もうとにかくそこでそのなんていうんでしょうね、前哨戦のにいたおまけの選手にならない自分が一番、うん、いいとこ見せてやるっていう気持ちで挑みたいなって思ってますね。春日さんとのバチバチも見せれるチャンスだと思うので、うん、ただの前哨戦と思ってほしくないなっていうのが自分の、前哨戦に埋もれないように戦うと、はい、はい、そうですね。そう、あと亀有菜名物亀の子、はい、デスマッチで、ね、はい、昨日いいアイテムが入ったんですよ。おお、しかもこれ注目なのはクレアもデスマッチ初めてですし、そう、うん、クレアにはまたいい武器もあると思うけど、ね、やばすぎる、これね、すごいんだよ。普通髪の子たわしで掃除するやつ、yeah. これまで髪の子ヌンチャクとかあったけど、ついにこれ出た出た、膝パッドになってます。もう完全に和樹さんのためののやつだねこれ。そしてみんな分かっちゃう。最近ほら縄跳びダンスみたいなのあるじゃん、韓国の。はい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 、いつもやってるやん。あ、やってますやってます。ハンズクラップですね。自分とまなみさんはよくやってますね。そうそうそう、それみたいな感じで、ね、やばいやばい、流行りの縄跳びが縄跳びにじゃらん。これぜひクレアに駆使して、あ、クレアに使ってほしいけどね。え、でも距離を保てるっていう面ではいいですね、この、うん、これでも怖いよ、リングちっちゃいからね。ああ、危ない危ない。しかも自分に来ちゃったりとかしちゃったりとか、そういった感じで、いろんな亀の子たわしを使って、はい、繰り広げられる、とってもこんなにたわし展開してんのピアジェくらいですからね、絶対に。うん、まあね、しょうがない、亀有菜なのはね、亀有菜にはやっぱ亀の子たわしですよ。はい、はい、ということで、昨日の試合も早速、はい、もう動画ショップでアップされているので、はい、昨日の試合と、はい、6月28日板橋大会の模様が、はい、動画ショップで販売されてます、はい、ダウンロード、500円かな、300円か、300円かな、レンタルもできました、ね、レンタル300円、はい、3日間レンタル300円、はい、そしてから、特におすすめなのが1000円1ヶ月、見放題、一番お得ですね、はい、そうですね、はい、いろんな試合がいろいろ見れるんで、はい、はい、ぜひ、もうみんなに見てほしい、はい、登録よろしくお願いします。はい、そして昨日の感想では、昨日亀有菜マッチで、はい、私カメラでねずっと、はい、マリちゃん追ってたんだけども、はい、やっぱりまあエンディングで言った通りで、やっぱりその自粛期間中、うん、まずあれよね、試合を生放送したんだね。あ、はい、そうですね、それを説明しないと、はい、マリちゃんのやってるその、
812、はい、ライブ812っていうアプリでいつもで毎日生配信をしていると、はい、はい、7時半から9時までですね。ちょっとその辺の、はい、ちょっと PR とかないのか。あります。ですね、この元々は自粛期間中にファンの方とのコミュニケーション、やっぱマリマンジャを忘れてほしくないなと思って、うん、何か始めたいと思っていて、例えばツイッターだったりとか、うん、インスタライブだったりとかをちょっとしてたんですけれども、うん、そこでちょっといいお話があって始めたのがライブ812に、まだできたばっかりのアプリなんですが、うん、そちらでマリマンジャの勝手に生配信を、7時半から9時までやっているんですが、ちょうど、その812自体の企画の中でパフォーマンスの枠っていうのがありまして、うん、まあ、ちょっと短い時間なんですけれども、お時間いただきまして、試合を配信するっていう機会をいただいたので、うん、本当にプロレス、自分は試合してたのでコメント見れなかったんですけど、プロレスを久しぶりに見た、初めて見たっていう方が本当にたくさん見に来てくださったようで、うん、もうすごい自分の配信やってて本当に良かったなって思ったし、この配信があったからこそ、うん、そのファンの方と元々のコミュニケーションを取りたいっていうの以上の結果とか、あとは昨日、うん、配信きっかけで来てくださった方もいたんですよ、初めてカメアリーナに。うんうん、嬉しいね。はい、なのでやっぱりその最初は YouTube の再生回数がちょっとでも伸びたらいいな、 Twitter のフォロワーさん伸びたらいいなって、その簡単に会場に足を運ぶってすごい今のファンの方々にはすごいありがたいんですけども、要力があるじゃないですか、移動時間だったりとか、うんうん、会場に足を運ぶって、それもありがたいんですけれども、いつかはそこにつなげられたらいいなと思いながら、うん、配信をしていたので、もう来てくださった方がいたこと、そしてプロレス見たことない方、久しぶりだっていう方にピュアジェを届けられたこと、もう全てが本当に良かった試合、うん、試合というか一日で、もう満足して眠りにつくことができたんですね。負けてしまったのは悔しかったんですけど、うんうん、はい、だからまあ、ライブ配信、プロレスをライブ配信するっていう、はい、うん、最初の一歩だね。はい、本当にこれからもっと広げていきたいんですけれども、はい、試合に関してはやっぱりアイマンジ対決ということで、やっぱりまなみさんのがっつりした打撃に、うん、前だったらもうちょっとこうもうでも食らいつくぞみたいな気持ちだったと思うんですよ、うん、もう余裕もなかったので、うん、でも自粛明けなので、おっしゃ自分もいけるぞっていうその気持ちの変化を感じましたね、うん、自分的には、うん、はい、ぜひ動画ショップで見てください。はい、よろしくお願いします。概要欄に、はいはい、動画ショップのリンクも貼っておきます。はい、はい、そして明日、はい、いよいよ私の音楽活動も復活していきます。やばい、はい、明日赤坂フラットンカンティーナというところでですね、エントリーライブというのを行います、はい、エントリーライブは、どっちかっていうとオープンマイク的な感じで、お客さんがいらっしゃった順番に、延々とだいたい 3,4 回転ぐらいするのかな、なんか一人一曲ずつ歌っては下がるっていう感じで、はい、どんな感じでこう新しい日常の中、ライブ配信、ライブ活動をしていくかっていう、はい、で赤坂フラットでもガイドラインがあるので一応ここでお伝えしておきたいと思います。ご来店時エレベーターホールで消毒、カウンターでの検温実施、ステージと客席の間にビニールシートを貼ります。飲食時以外はマスクを着用義務化です。歌うときはマスクは不要です、はい、そして歌い終わった人がその場でアルコールシートでの消毒をお願いします。アルコールシートはお店で用意しています。お帰りの際にも手消毒をお願いしますと、他にも細かいガイドラインあるんですけども、うん、大きくちょっと今までと違うところはちょっとこういった感じで、はいはい、安全の対策の中 で、 そうです、開催されるということですよね。はい、はい、そうなんですよ。そして、また私のライフワークでもあったミュージックジャム、はい、プロレスラーが集う音楽ライブが、7月28日より再開します。楽しみ、はい、そこのガイドラインは、明日エントリーライブをやってからちょっとそうですよ、ね、はい、決めようかなと思ってます。はい、で、現在発売中のピュアジェのチケット、はい、はい、7月19日亀有菜マッチ、30人限定です。はい、そして7月26日、板橋グリーンホール、はい、こちらも、こちらは120人限定です、はい、そして8月10日後楽園ホール、うん、ここも大体700人ぐらいですね、はい、一席を一席ずつ開けているので、うん、はい、
そして8月16日板橋グリーンホール、はい、こちらも今のところ120人限定だけども、情勢に合わせて少し変わるかもしれません。はい、ピアジェのチケットは、ピアジェのオフィシャルホームページから、購入することができます。はい、はい、オフィシャルホームページの、リンクも、概要欄に貼っておくのでぜひ、見て、ください。よろしくお願いします。はい、あとピアジェでは、オフィシャルグッズが、はい、通販ショップの、はい、で、やってるのでぜひそちらの方も見に来てください。いろんな最新グッズが出ています。はい、お願いします。ちょうど更新されております。はい、はい、じゃあ8時の今日の告知をしとこう。あ、はい、本日も7時半から、21時までマリマンジの勝手に生配信したいと思います。今日ウクレレ弾いたりとか次の大会の意気込みを言ったりとかもしてるんですけれども、あの後楽園の前日に極悪同盟さんの、はい、極悪地祭り、はい、参戦とかあとカードの発表もありまして、まあ、そういうちょっと結構あの鳥肌が立つようなカードが発表されていたので、うん、そちらについてもちょっと語りたいなと思ってます。はい、はい、じゃあ皆さん今日の7時半からお楽しみにしててください。はい、お願いします。はい、じゃあまた、明日も最新情報をお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、もしあの毎日続けられるかね、このとっても不安なので、はい、ぜひ皆さん、高評価いいねつけておいてください、はい、励みになります。お願いします。はい、ではまた明日会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。